今スマートフォン使ってる方とかは中に万歩計入ってるんで、それを見る方と見ない方で1週間でだいたい7000歩違います。食事を制限する、運動しないダイエットは何をしてるかっていうと、栄養足りたくなるんで低燃費で行こうとするじゃないですか。その時に食事がまた加わったらぐんと増えるってこと。いわゆる死亡率を下げるって点で言うとが唯一下げます。じゃあ先生、ちょっと話題を変えていきたいんですけど、はいはい、栄養美容みたいな話をメインでやってきましたけど、運動って言ったところにちょっとフォーカスをしていくと、はいはい、まあベストって言ったところはないと思うんですけど、はいはい、運動の中でどういうことをやっぱり一般的に気にかけていくことが必要になっていきますかね。一応運動の、まあ、ベストというか、ベストを僕は何で取るかっていうと、はい、まあ、いわゆる生活習慣病リスクが一番少なくて死亡率が下がる、うんうん、運動とかっていう習慣とか食事も全部そうなんですけど、お話しさせてもらってるんですけど、それとも、まあ、出てて、ね、だって週に150分の、あとで細かく言うんですけど、中等度の有酸素運動が必要と言われてて、それって何かっていうと、大体30分だと週5回、はい、で50分だと週3回、はい、理想は30分かける5のがいいんですけど、で中等度って何かっていうと、心拍数だと130ぐらい、それでどのぐらいかっていうと、階段登ってたりとか坂道上がってるぐらいの心拍数がちょうどそのぐらいです。ちょっとドキドキするのを感じられるぐらいの心拍数が30分継続するっていうのが一番体的にはいいです。もう理想は30分を週に5回ぐらいやるのが健康状態としては一番効率がいいと言われていて、でさらにレベルを上げるとすると、週に1回は心拍数をマックスまで上げるっていうタイミングを作るっていうのが大事と言われてます。でなので、まあ、それを、まあ、もう少しライトにすると、最低でも週に90分。なので、30分かける3回。なんで、例えば月水金とか、なんなりって感じで、3回設けていただくだけで大きく変わります。なるほど。それが、例えば食事だけのダイエットプランの人と、運動だけのダイエットプランの人で、ダイエットとか、生活習慣病リスクって、どっちだけやってもほとんど変わらないです。あんま意味ないです。どっちもリンクしないと意味なくて、まあ、それがなんかいろんなダイエット法ってあるじゃないですか、ファスティングとかビーガンとかいろいろあるんですけど、全部良し悪しがあった上で、全部の継続率が長いのってダッシュって言われる高血圧を予防するためだけの、トレーニングプラン、食事プランっていうのがあるんですけど、それがそこにフォーカス当ててて一番、効果としては高いです。なんで30分週に3回、ジムに行かない人だとしたら、まあ、行った方がいい、だとしたら早歩き、時速歩くと4から5メートル、5キロメートルぐらいですけど、はい、時速で7から8キロメートルぐらいで30分継続すると、だいたい心拍数が110から130まで上がるんでっていうのを継続するっていうのが理想で、それを週に3回やってもらえればまずはいいかなと思います。どれくらいの期間を続けていけばいいとか、まあ、まずはもう一つのこうマイルストーン的なところとして1ヶ月2ヶ月とかっていうのを考えると、どれくらいが、はいはいはい、一生っていうのは運動のけど、最低でも半年です。まずは半年。この運動プランって1ヶ月の離脱率が、大体、はい、30% ぐらい、はい、で3ヶ月半年で1年半の離脱率が大体 85% ぐらい離脱します。ダイエットプランというふうにすると、日本でも海外でもそうなんですけど、なので大体まず1ヶ月頑張っていって、で6ヶ月まで継続すればその後継続率は高いです。多分ジムも多分そうです、ね、そうですね、はい、まさにまさに、はい、そうなので、その時に僕らって、例えば運動したりとかなんなりって、結構一番の目的として高い人たちってちょっと痩せたいとか、ダイエットって方々が多分圧倒的に多いと思うんですよ。ってなった時に、家の例えば体重計だけで測ってたりすると、あれ増えてるなってことが多分あるんですよね。ありますね。運動してたりすると、はいはい。その時に日本人は何をするかっていうと、食事を減らすんですよ。なので、リバウンドするんですけど、まず痩せるってメカニズムについてじゃあ話させてもらった方が面白いと思うんですけど、痩せるってまあよく言われる、代謝上げた方がいいですよとか言われるじゃないですか、はい、代謝ってそもそも何ってなるじゃないですか。代謝って難しくなくて、例えばペットボトルのお水を買ってきてここに置いといたとします、はい、そしたら常温になりますよね。部屋と同じ温度になりますよね、はい、けど体ってあったかいじゃないですか、はい、だから熱を作るっていうのにはエネルギーが必要なんですよ。例えば火を起こすときはマッチすぎますよ、はい、ライターをガチャってやんなきゃいけなくて、そのエネルギーが必要なのを僕らずっと温度を高く保っててるんですよ。それが代謝です。熱を作るってことが代謝です。
なるとじゃあ体で熱ってどこで作ってるのって次話になるじゃないですか、はいはい、基本的に分かりやすく2箇所です。筋肉、運動するとまあ熱出ますよね。プラス食事の影響を受ける肝臓、腎臓と腸です、まあ、いわゆる内臓が、はい、受けます。なので食事食べたら体ポッポしますよね、はい、っていうそういうことなんですよ。ってなった時にじゃあ食事を制限する、運動しないダイエットは何をしてるかっていうと、うん、筋肉にも栄養いかないし内臓に栄養がいって内臓が働くんであったかくなるはずなのに栄養足りなくなるんで、うん、ってなったらまあ低燃費でいこうとするじゃないですか。その時に食事がまた後日加わったらぐんと増えるってことになります。ってなったらちゃんとした食事を食べて内臓を動かしてあげて筋肉量を増やしてあげれば、うん、基本的にはリバウンドって概念はなくなりますし健康的に、まあ、代謝が良くなって痩せていくってことになります、はい、すごく分かりやすいですね。やっぱりですね、そこが分かってないから減らしちゃうんでしょうね、はい、確かに確かに、あ、まあ、日本人は本当に削る削る削るですね。そうですね、極端なねバナナダイエットとか ね、 そうですね、ヨーグルトダイエットみたいなのをしがちですよね。じゃないと、まあ、例えばテレビで話してもインパクトないんで炭水化物ゼロにしたりした方がいいじゃないですか、分かりやすいから、はい、けど、まあ、じゃあ炭水化物この世にいらなくないと思うじゃないですか。日本人ずっと米作ってる意味ないじゃないですか。確かに。だったらやめてますよね多分、どこかしらこの2000年ぐらいの間に。なのでまあ意味が何かしらあるんですよね。なるほど。ちなみに有酸素運動をじゃあやりましょう、はい、な我々の理論で言うと、うん、まあ、あとは筋力トレーニングをやっていきましょうっていうのがスポーツクラブの定説になってくるんですけど、はい、筋力トレーニングに関してはどういう見解をお持ちですか。例えば筋力トレーニングは僕も賛成で必要なんですけど、はい、いわゆる死亡率を下げるって点で言うと筋力トレーニングだけでは下げません、うん、で有酸素運動が唯一下げます、うん、けどじゃあ筋力トレーニングとかじゃあヨガとかストレッチとか何が、うん、何のためにあるかっていうと、これを支えるファンダメンタルの基礎部分にあると思います、はいはい、なので筋力があれば例えばその分動く量も増やせるし代謝も上がってるし、ヨガとかストレッチとかで体の柔軟性稼働率が上がれば運動しても壊れにくい体になるわけですね。で特に筋力トレーニングって、まあ、あの30から40超えてきた女性の方とかはもう必須で、あの骨粗鬆症が進んできますよね。そうですね、骨粗鬆症ってもう基本的にも2個の軸だけで決まってて、日光太陽を浴びてるかどうかって分かりやすいビタミン D の量と、はい、あとは体重プラスアルファの負荷が体にかかってるかどうかってことになります。それが筋肉プラス骨に負担がかかると骨が強くなるって分かりやすいイメージなんですけど、それがかかってた方がいいです。なのでそれが別に重りを使えってわけではなくて、普通に歩いてるとまあ立ってたら両足で立ってるじゃないですか。ちょっとジョギングとか走ったりとかすると片足のタイミングってありますね、それで体重プラスアルファの負荷がかかってるわけですよっていう状況を作ってあげる、まあ、それがスクワットみたいなものでもいいし重り使ってあげてもいいし、なると骨も太くなるし筋肉もつくし、筋肉つくと代謝が先ほどの言う2個の理論、筋肉と内臓の筋肉が上がって代謝が上がるので、なるとまあ、あの内臓脂肪とかも下がってくれるし、まあ、プラスの面はとっても大きいと思います。やっぱり筋トレもすごい大事、大事ですね、大事です、まあ、でも究極ですよ、もし時間がありません、はい、1日じゃあ30分40分しか取れませんって言った場合にはどちらを優先するか、目的によっても違うかもしれませんけど、まあ有酸素運動はまあどちらかというとマストでやってた方がいいって言ったニュアンスになってくる。そうですね、そうですね、そうですよね。で今のが僕がお伝えした例えば週に何十分有酸素と筋力トレーニングと、はい、例えばちょっと心拍数グッと上げるっていうのは理想論であって、はい、それできない方が多分もちろんいるわけですよね。週によってもできないこともありますし、いわゆるじゃあ多分話題としてもう一個上がるのがウォーキングとか歩いてる距離って意味ないのって話になると思うんですけど、歩いてる距離はものすごい意味があります。で例えば、1000歩歩くごとに心筋梗塞脳梗塞リスク 1% ぐらい減るってデータもあったりとか、いわゆる歩いた分に歩いた方がいいです。なので日常の歩数は伸ばしましょう、いわゆる何万歩何1万歩目指しましょうっていうのはすごい正しくて、もう分かりやすく階段使ったりとか、本当1個前の駅から歩いたりとか、スーパーちょっと遠いところ行ったりとか、あえて買い物野菜買うのに逆回りして買ったりとか、習慣の中に入れるっていうのものすごい大事で、けどなんでそれが継続できないかって、何歩歩いたか分かってないから継続できないことが多いんですね。なので今スマートフォン使ってる方とかは中に万歩計入ってるんで、それを見る方と見ない方で1週間でだいたい7000歩違いますぐらい効果が出ます。1日なんで1000歩ぐらい違います。30分ぐらいしかも歩数も変わります。
なので僕らって見て最初見るの嫌なんですよ、体重計とか筋肉とかも。そうですね、なんかそのうわ体重増えてるとか減ってるとか、私今こんなのなんだとか、まあ、全然歩いてないなって見るの嫌なんですけど、見てる今が一番底辺のボトムの状況なので、ここから絶対プラスになるんで、見といていただいた方が継続率は圧倒的に高いです。あ、そうですか。なのでジムに来られる方とかも計測はなるべく頻度に行った方がいいです。なるほど。で見える化してあげた方がいいです。じゃあうちで言うと、一応今オリジナルのアプリケーションが入っていて、うん、体組成が測れたりとか、うん、あとやったトレーニングメニューを記録できたりとかっていったところは、うん、まず会員様には利用してもらうっていうのが、うん、そして見てもらう、うん、でそれに対してさっきの動機づけじゃないですけど、うん、我々の方でアドバイスをしてあげることが重要ですね。そうですね、大事です。でそれこそトレーナーさんが自分でやってもらって、それをいわゆるお客さんとかに見せてあげた方が説得力があります。僕もこんなだったんですけど、こんな良くなったんですよとかって言ってる人の方が信頼度高いじゃないですか。 ありますね。確かに。こんな僕ロジカルにすごいいろいろ論文とか伝えてますけど、うん、これだけ言ってたらめちゃくちゃ嫌なやつなんです人間味があるんで、だって僕もこれやっててこうでとか、はい、今週ダメだったんですって、あ、いや僕も全然ダメで昨日ずっと飲んでたんですよね、例えばそういう人の人間味あるんで、 そっちの方がいいと思います。で自分も試してみるとっていうことが大事かなと思いますね。はい、なるほど。寄り添うって感じですよね。すごく勉強になりますね。なんかコーチってこう上から行きがちじゃないですか。うん、だからそこですね、やっぱりすごい。ありがとうございます。どうでしたか？いや、もう私なんかすごい明日からって言おうと思ったら今日からちょっと変われる気がしてますね。動機付けされてますか？はい、されました、はい、されました、はい。昨日トレーニングしてきましたけど、いや、ちょっと週5、30分だから今日も行ってもいいかなってちょっと思いましたね。素晴らしいですね。はい、いや私がちゃんと、はい、チェックします素晴らしい、はいはい、恐ろしいさて、山田さん今日一人でやりましたか、どうでしたか？いや、まあレギュラーかとのバザーを奪う何やなのか分かんなくなるなんかこの空間に圧倒されてる今ちょっと印象があるんです。このクリニックってどんなコンセプト、あ、どういう思いの願いがあって、はい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 、作られたのか。ああ、そうですね。なんかもう完全僕がいろんな医療とかに関してのプロジェクトを起こさせていただいているのは、最初にお話しさせていただいた人が生きる死ぬっていうところのコアの部分がどうにかプラスにならないかなってなってて、そもそもなんで生きてるんだろうっていうのが、例えば特に今のこの資本主義で皆さん忙しいと分かんなくなってくることあるんですよね。で僕はそのいわゆる人間って生きてるっていう時間の軸があって、そこは逆らえなくて、僕ら資本主義に生きてるんで、資本のお金の軸が二軸がどうしてもそこは付きまとってきてるんですよね。ってなると僕らは時間をお金に変えるっていう、とても時間っていう貴重なところをお金に変えてるんですよね。けどそこが目的になっちゃうことが多くて、でそのために何か楽しいことをしたい、つまり僕ら楽しむために生きてるはずだなって、僕はもう究極そこだけだと思うんですよ。ってなった時に、まあその健康寿命とか予防医療っていうのも楽しむ期間が長ければいいなってなった時に、まあじゃあ健康って何なのかってなったら、血液検査のデータだけが良くて病気じゃなければ健康かって言われると、まあ、それ違うと思うんですよ。じゃあ人間ドックがオール A の人がものすごいハッピーかって言われたらそうじゃないじゃないですか。僕はその医療って病院の中だけでやるっていうようなイメージがありますけど、そうではなくて、いわゆる薬とか手術じゃない選択肢をいろいろ提供できるってことが僕は医療だと思ってるんですね。例えばこの人がもうちょっとこれがあったらハッピーになるなっていうのが、人によってはちょっとした食事の内容をこうした方がいいか、運動とか、例えばまあ、これ僕アートをいろいろ追っているんですけど、はい、誰にも相談できない悩みをなんかこれがあると元気になるなっていうところ、僕アートを処方箋として出すってことをしてたりとか、あとは精神的に不安定に何かしら人に相談できないとか、なんかモヤモヤしたりしている方ってすごい多いんですけど、時になんかリラクゼーションで音楽聴いたりとかアロマ焚いたりとかみんなしたりとかすると思うんですけど、そもそもそれが自分にフィットしてるかどうかわかんないじゃないですか。ものすごい好きな曲でもリラックスにつながってるかどうかって正直わかんなくて、だったらそれを脳の波、脳波を研究して、脳波を取って一番リラクゼーションする音楽をブレンドして処方するってことをしてたりとか、まあそれこそ下にピラティスがあったりカイロプラクティックがあったりとか、それも例えば頭痛、腰痛、肩こりがあると日本だと整体をやると思うんですけど、まあ、僕らが独自で立ててるメディカルカイロプラクティックっていうのは、
ものすごい解剖とかを一緒に研究して体の構造をちょっとだけ本当指のちょっとした力で調整できる。それを整体に行くとなんかその横になってください、ここ凝ってるねとかってなったりするじゃないですか。例えば体が建物だとしたら、いわゆる支柱としての、骨がありますよね。で周りにコンクリートの筋肉があるとします。こういうふうにちょっと首が斜めの人がいたら、触ったらここのちょっとコンクリートとか筋肉張ってるじゃないですか、うん、ここほぐされると思うんですよ、凝ってますね、けど本当はこの支柱支えてるはずなので、うん、もっとこうなっちゃいますよ、ね、だったら支柱調整してあげた方がいいよねっていうのがカイロプラクティックってジャンルなんですけど、海外で2つライセンスがあって、日本はライセンスなしでできちゃうんですよ。で、そうなんですね、誰でもなれちゃうんです。全くもう一般素人、今日からカイロプラクターなれちゃうんですよ。で危険な領域 で大体骨盤矯正やってますってところは、骨盤が一番楽なんで骨盤矯正って言ってるんですけど、技術は全然甘くて、海外で2つライセンス持ってる人って日本に70人しかいなくて、僕が知ってる限りこの人はすごいなって人は5人もいないんですね。この人に僕は一緒に組んで、まあ、それこそ研修制度とかもあるので受けていただけるんですけど、本当に頭痛腰痛とかなんたりとか6回通っていただいたら 85% 以上良くなりますっていうのは全部僕がデータ取ってる。なのでじゃああなたにはこれが当てはまるかもねっていう医療を、まあ、全部トータルで含めてやってるってイメージですね。声が出なくなってきちゃいましたびっくり、僕が言うのもなんなんですけど、はい、もう領域が広くてかつめちゃくちゃ深くて、で突き詰めてる道下先生なんですけど、いや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 、目指したい世界とか あるこうなりたいみたいな、したい将来の夢じゃないんですけど、はいはいはい、そんなのって終わりなんですか。もう僕1個しかなくて、なんか本当に最後に人が死ぬって時に、今だと例えばお金持ってたとしても有老老人ホーム入って何々とかあるじゃないですか、全然楽しくないですよ中の人たち。もういろんなとこ迷ってるんですけど、本当なんかその安全だけど自由はないみたいな方たちが多くて、で最後亡くなる時にさっき言ったみたいに代々さん死んじゃったんだねっていうような風習プラス、よくわかんないお坊さん出てきて形式的な葬式が行われるみたいな最後の部分、結局例えば仕事をしてる人だったらこのプロジェクトの成功はこうで逆算してこうだっていう最後を考えるじゃないですか、うん、ってことは人間は、まあ、多分絶対に死ぬんで、だったらそこがものすごいもう色鮮やかなものでハッピーなものになれば、まあこうなるんだったらいいなっていう国にできるなと思っていて、まあ日本は最近はっていうすごい話されてる方多いんですけど、その心の微妙な行間の部分とか、まあ、そういう、まあ、本当に日本独特の精神性の部分、死に向き合うところって他の国にはまだないものなので、そこを確立したくて、なんでまあ安心してもう本当ハッピーに死ねる環境国ができて、それがアジアまで全部広げられることができたら、まあ、いいなっていうのが僕の目標ですね。壮大すぎるからね。我々はね、そのこの底辺のところをね、はい、しっかりとね、はい、囲えるようにね、はい、ということで今回メガロスアカデミーシリーズの中で最も濃厚で、はい、最もすごい飛躍的な議論ができたと思います。いやいや、ぜひ江村さん最後ちょっと締めて、はい、感想と締めを。もう本当にありがとうございました。はい、話足りないのでぜひまたお時間があれば、はい、お願いしたいですし、多分何よりも、はい、見てる視聴者の人たちが聞きたがってると思いますんで、はい、ということですね。で、まあ、先生のクリニックもホームページでご紹介させていただきますし、はい、あれ我々もね、こうまたこうやって活動ができればなと思いますので、今後の、はい、我々の展開に乞うご期待といったところで、はいはい、今日は終わっていきたいかなと思います、はい、ではまた皆さん次回楽しみにしてください。さようなら。